笑いで皆さんの歯を飛かせに来ましたんピカピカ金馬と申します。お願いしまーす。ありがとうございます。あの、福岡吉本1年目ピン芸人の金馬と申します。よろしくお願いいたします。早速、今回の企画動画参りましょう !6 月の仕事量発表 <laughs> ということで、えー、若手芸人、 一年目の仕事量、どんな感じなんかっていうのを、まあ発表していって、毎月やっていくっていうのをやってるんですけれども、まあ今回6月、もう6月ちょっとね、過ぎてしまいましたけれども、まあぜひよかったらちょっと見ていただけたらなという若手芸人一年目こんなもんなんだぞっていうのを、まあ見ていただけたらなと思うんですけれども、えー、金馬の、えー、6月の仕事量、こんな感じです。はい。 えー、福セカバトルチカッパ。まあ、ライブ二つと。で、これがちょっと別なんですけど、賞ーレースが。えー、キングオブコントの予選が6月末にあるみたいな感じで。えー、そうなんですけれども。で、まず1個目の仕事なんですけど、この福セカバトル。まあ、6月4日で終わってしまったんですけど。あのー、本当にたくさんの方々見に来ていただきまして、ありがとうございました。あのー、自分の 見に来ていただいたお客さんの一人にあの色紙書いてって言われましてこれ初めてなんですよめっちゃ嬉しくてで初めての色紙やからまそ書くの手めちゃくちゃ震えて緊張したんですけどちょっと売れた気しました初めて色紙書いたってのがまあ嬉しくてでまあちょっとネタに関してちょっとパフォーマンスが結構悪くて申し訳なかったっていう えー、めちゃくちゃテンパるわ。神倒すわ。で、最後時間オーバーして、本当なんか、もう心の声が漏れてしまって、普通、どうもありがとうございましたって終わるんですけど、もうなんか、すいませんって言ってしまって、もうちょっと情けなかったなって。ただ、あの、嬉しかったこともあって、僕登場の時に、あの、最初の自己紹介でやったみたいな感じで、 笑いで皆さんの歯を引返してきましたんー、ピカピカキンバと申します。お願いしますっていう、ま、やつをもう、去年の10月くらいからやってるんですけど、なかなか浸透してなくて、ただ、今回の複製化バトルで登場してって、これやったんです。そしたら、ある一人のお客さんがやってくださって、ピカピカが、だんだん浸透し始めてるんですよ これも、俺の事態もうすぐやなと思って、めちゃくちゃ嬉しくて、あの、こう見えても、ガチで俺流行語大賞狙ってるんで、ピカピカで、もうほんとピカピカの浸透によって、俺が売れるかどうか、ちょっと変わってくると思ってるんで、ちょっと皆さんもぜひよかったら、やってみてください。よろしくお願いします。そして、二つ目の仕事が、このチカッパっていうライブで、 えー、これが、六、えー、6月18日火曜日、えー、場所が関東間衝撃場という、えー、福岡の東神町駅から徒歩2分くらいの結構近いところでございます。で、19時半開園となっております。えー、このチケットが、えー、手売りチケットが1000円。で、えっ、ー、とー、当日券が1200円となっております。あの、手売りチケット、あの、X か、インスタグラムの DM に、 あの、ご連絡待ってるんで、あのー、連絡いただいたら準備させていただきますんで、まあ、ぜひよかったら連絡ください。で、まあ、複数カバトルとかピンでやったんですけど、今回のスカッパは、えー、ユニットで、あの、奥羽っていうユニットで、で、芸歴12年目の小野内さんという方とユニットを組まさせていただいて、えー、出ますんで、で、コントをやるんで、なかなか、 まあ、あのー、キングオブコントが近いってことで、キングオブコントに向けたネタをやるんですけど、コントなかなかしないんで、まあ、ぜひよかったら見に来ていただけたらなと思います。で、6月末に、えー、キングオブコント福岡予選がございます。6月30日、えー、福岡吉本大和証券劇場でございます。まだちょっと時間とかがわかんないんですけれども、またわかり次第、 えー、X とか、インスタグラムで告知したいなと思います。で、これ、えー、奥場で出ますんで、ぜひよかったらね、見に来てください。一回戦突破をとにかくそこを目指します、えー。ぜひよかったら応援よろしくお願いします。えー、まあこんな感じなんですけれども、あのー、まぁ、あ、複セカバトル終わって、えー、僕らにも,も近ちっ端と、えー、キングオブコントしか残されてないんで、この二つ、 頑張ろうと思ってますし、あとマチカッパに関して、あの、手売りチケット X かインスタグラムの DM に、えー、受けたまってますんで、ぜひよかったらご連絡ください。よろしくお願いします。で、まあ今、ライブが2つみたいな感じなんですけど、2ヶ月後にはこれ倍以上にしたいなっていう、舞台4つ以上は行きたいなって思ってます。そうなれるように、 頑張るんで、ぜひよかったら応援、よろしくお願いいたします。そして、ぜひよかったら高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。ということで、以上、6月の仕事量発表でした。ありがとうございました。ピカピカ。